非馬一族を倒してもいくらマミヤが着飾ってもケンシロウは眉一つ動かさず次の七へと旅立っていった。数日後ケンシロウからマミヤに手紙が届く。手紙にはアイリーをさらった彼の兄ジャーギーを倒したと書いてあった。そしてもうしばらく旅を続けるとも。村に残っていたレインは独自の調査を行い、ケンシロウの3人の兄の存在と北斗の事件、トキが奇跡の村にいることを突き止める。マミヤは自分の全てである村を出て奇跡の村に向かった。今のマミヤの心にはケンシロウの苦しみを救い取りたいという気持ちしかなかった。亡き恋人の思い出を抱え己の身内との戦いを繰り返す北斗神拳伝承者の悲しい宿命を。村を出るのか。剣のためにトキの居場所を突き止めてみせる。第2位は狂気の打天使。私は戦う。死んでいった人たちのためにも。あの隙間から建物の中に入れそうだわ。外を歩くより安全かもしれない。病を治しちまう救世主がいたって話さ。触れるだけで、きっと北斗神拳だわ。やはりトキは生きている。
前の ことね。そこからでは攻撃も届くまい。あなたたちは私の相手じゃないわ。
こんなところに抜け道があったのね。しまったんだかな。
救世主じゃない、殺人鬼だ。奴は村の者たちをデクと呼び、まるで実験でも楽しむように次々と。
しい奴は倒せんぞ。Yeah!
て。その男はトキではない。その男の名はアミバ。かつて俺と同じ南都政権を学んだ男だ。アミバ、他の男は騙せても俺の目はごまかされんぞ。顔まで変えてトキになりすますとはな。まさかここに霊が現れるとはな。お前の言う通り、俺はアミバだ。トキはただの殺人鬼よ。もはや誰も疑わぬ。甘く見たのが不運だったわね。